大阪市旭区で活動しております絆百歳と申します。今から踊る演舞はプライド。堺にはいろんなお祭りありますよね。だんじり祭りとか布団太鼓とか、そして我々みたいな踊る祭り開催させていただいて本当にありがとうございます。祭りの形は違えと共通していることがあると思います。それはこの祭り当日八品袖通したら俺が一番だ、私が一番だ、そう思って皆さんの前に立つわけです。自己中感を占めません。誰かに我慢させてるかもしれないし、誰かに迷惑かけてるかもしれない。それでもこの時間、この時間だけは誰かに何かを残したい、そう思って今から3分半踊ります。どうか最後までご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは突き動かすのはこの思い、譲れないキャラここにいる。うちは明日
もう一つ言おうってなんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。200歳の皆様ありがとうございました。